こんにちは、カーピです。2022シリーズ2 OB 第4弾登場選手予想セリーグ編です。はい、早いもので今年度の OB も折り返しを過ぎました。各球団の傾向も見えてきて、より予想が面白い時期になってきました。 OB 4弾の仕様についてなんですけど、今年の3月は侍セレクションの登場が濃厚だと思っていまして、 OB がこの影響を受けるかもしれませんね。去年は OB セレクション6弾まであったんですけど、これは夏に侍セレクションを開催したことで、3月に空いたスケジュールの穴を埋めるっていう意味もあったんじゃないかなと思うんですよね。となると今年は OB5 段までの仕様に戻る可能性も考えられますよね。仮に5段までの仕様なら4段はおとなしめの段になると思いますし、6段まであるなら4段は強力になるかもしれないし、逆に言うと今回の4段の仕様によって5段で終わるのか6段まであるのか、この辺が見えてきそうですね。はい、開催日については1月25日の水曜日、この日が鉄板でしょう。理由はこの日にメンテがあるからですね。今のマンスリーの開催が1月25日12時59分までってなってますから、ここから2時間のメンテ、そして OB 第4弾、これが一番自然な流れでしょう。それでは OB 4弾予想セリーグ編行ってみましょう。ヤクルトからいきましょう。はい、これはここまでの OB 登場選手を一覧にまとめた表です。今年登場した選手は赤の枠で囲んでいます。記載の能力は最新版の能力、つまり最後に登場した時の能力ですね。初登場のタイミングは黄色の枠で表しています。査定年度の変更があった選手は薄紅色枠で表示。矢印マークは上向きは登場の可能性が高いと考えている選手、下向きは逆、登場の可能性を低いと考えている選手ですね。他、左の注釈をご参照ください。はい、ヤクルトはダルセレ終了までで、杉浦さん、ペタジーニさん、金田さん、真中さん、立山さん、西村さんときました。先発が3枠、センターが2枠、そしてファーストですね。先発はもう十分でしょう。投手はリリーフを見たいですね。過去登場サイクルを見ていきましょう。サードの山田さん、2年おきに出る傾向があって今年は出るサイクル。キャッチャーの古田さんはここまで皆勤賞、今年も登場あるのかどうか。伊藤明美さん、前回から5年空いてますね、そろそろか。稲葉さんは今年度はヤクルトのサイクルですね。続いてヤクルト新規の候補選手を見ていきましょう。はい、先ほどの表は再登場の一覧でした。ここでは新規の候補選手を見ていきます。オマリーさんが阪神で登場しましたんで、ヤクルトの可能性はなくなりました。さらにセンターが2枚出てますから、飯田さんはもうないかなって思ってます。まだ内野手が1人ということで、内野手はありそうですよね。鈴木健さん、ここまでライオンズ版のみ登場してますけども、キャリアハイはヤクルトだと思うんですよね。八重樫さん、もし古田さんがお休みならという前提にはなりますが、キャッチャー枠で登場ありそう。投手は先発が3人来てるというのもありますから、リリーフを上げました。ヤクルト人生目線では投手コンボが物足りないっていうところがあると思うんで、特に B 級手持ってる選手が欲しいと思うんですよね。その中でリリーフとなってくると、リムチャイオンさんとかバーネットさんとかどうでしょう。横浜、ここまでが佐々木さん、森田さん、佐伯さん、田村さん、ウッズさん、ロペスさんですね。抑え、中継ぎ、レフト、センター、そしてファーストが2人、先発がまだ1人もいません。先発投手の過去選手の候補は今年は野村弘樹さん、遠藤さんの2人。野村さん6年空いてますからね、今年は可能性超アップと見てます。横浜、ショートが補強ポイントだと思うんですけど、横浜って過去にショートの登場はないんですよね。来るとすれば新規になるんですね。横浜 OB 新規候補リスト、はい、先ほどショートについて触れましたけれども、山下大輔さん、石川さん、こういったところが候補になるでしょうか。外野手は佐伯さんに田村さんが登場済みで、さらに筒香さんもいるし、佐野選手もいるし、 DH といってもウッズさんもいるし、登場しても起用に困るんじゃないかってのはありますね。先発投手は今後誰かしら来るとは思っていますが、新規が来るならレジェンド枠で秋山さん、もっと最近の選手なら吉見さんとか川村さんとか。はい、コンボ見てると制球型8人が出そうなんで、制球型が怪しいかなって思ってますね。阪神、ここまでは田淵さん、檜山さん、掛布さん、バースさん、村山さん、オマニさん、いやー毎回言ってる気もしますけども、阪神 OB 本当に強力ですね。ポジションはキャッチャー、ライト、サード、ファーストが2人いて、先発まだ投手が1人しか来ていないと。登場サイクルとしては赤星さんが出れば6年ぶり、
岡田さんもありそうですが、補強ポイントぴったりですね。投手の方では江夏さん、ウィリアムスさん、小林さんもありそうですね。阪神新規候補リスト、はい、今年はバースさんにオマリーさんも登場ということで、マートンさんはリストから外しました。二遊間は補強ポイントになると思うんですけど、和田さん、鳥谷さんもありそうですね。あとは吉田芳生さんとか。阪神純正は球威型、制球型でコンボ組んでる感じなんですが、小山さんは制球型っぽいですね。あとは桑原選手、そろそろ OB として出てもいい頃ですね。巨人、ここまでは王さん、高橋由伸さん、上原さん、岡島さん、江藤さん、そしてマシソンさんですね。ファースト、ライト、先発を抑え、サード、中継ぎ、非常にバランスいいですね。逆に次どこが来るのか予想がしにくい。過去サイクル見てみましょう。先発投手が特に登場怪しい選手が多いですね。西本さん、堀内さん、斉藤正樹さん、特に西本さんは登場すれば5年ぶり。ただし中日版もあるかもしれませんが。巨人新規候補リスト、今年は松井さんが出ないサイクルだと思っていまして、センターの新規選手誰かしら出るんじゃないかなと思うんですよね。柴田さんとか松本さんとか。巨人って総力型少ないですね。たまにはこういう選手もいいでしょう。ラミレスさん、 OBTS ここまで皆勤賞なんですよね。この皆勤賞が続くとなれば、巨人かそれともヤクルトかどちらかで登場するということになりそうですね。投手、過去に左投手の登場って1回もないんですよね。そろそろ左っていうことでこの3選手を挙げています。広島、ここまでが野村健さん、浩二さん、津田さん、黒田さん、石原さん、ラロッカさんときました。ショート、センター、抑え、先発、キャッチャー、セカンドですね。はい、こちらも非常にバランスがいい。あと1枚くらい先発ありそうですね。カープ人生の事情を見ていてもスタミナ型がありそうな状況ですね。野手ではサード、レフトが特に補強ポイントですね。過去サイクル、外野では前田さんが来るサイクルなんですけど、金本さんも皆勤賞がかかってますし、まあ、今後外野が出るならこの2人のどちらかでしょうか。広島新規候補リスト、はい、広島ここまで結構能力が高い選手が来てますから、新規が出る場合はおとなしめになりそうな気がしますね。投手はスタミナ型がありそうっていう話をしましたけども、ジョンソンさん、バリントンさん、山内康之さん、池谷さんもスタミナ型で違和感ないですよね。中日、ここまでがパウエルさん、落合さん、吉見さん、谷繁さん、松坂さん、ギャラドさんですね。中日は現役選手の能力が厳しい状況だと思いますし、強力な野手が待望されるところでしょう。ってことでサイクル見ていきますが、中日は本当に毎年新規選手がたくさん出る球団で、過去リストが膨らんできちゃって非常に読みにくいですね。再登場の有力どころとなるのは矢沢さん、和田さん、田尾さん、今中さん、星野さん、井端さんでしょうか。中日 OB 新規候補リスト、はい、二遊間が厳しいっていう話をしましたけども、阿部選手のトレード衝撃でしたよね。今こそ高木さんの登場が望まれているんじゃないでしょうか。あとはやっぱり攻撃力が欲しいと思うんで、大砲さん捨てがたいですね。投手は現状もう3人来てますけども、松坂さんはちょっと能力が物足りないところがあると思うので、先発はもう1人あってもいいと思うんですよね。小松さんとか西本さんとか小野さんとか杉下さんとか。はい、というわけで OB 第4弾予想セリーグ編でした。パリーグ編の動画も現在鋭意作成中。パ編の最後で12球団のラインナップ予想まで発表する予定です。ぜひチャンネル登録して待っていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画で。以上。